this emotion that i feel every now and then. i just cannot seem to relax.

引き剥がすというのは、感情的にそのものに対してもうつながっていないということ。私たちというのは感情的にたくさんの、本当にすべてのものにつながっています。 そして神様というのはこのメッセージを準備しているときにこのマジックテープを示してくださいました。And, and, and, and ね、これあの、皆さんにもくっついてますよね。ただただくっついてますよね、こちら。私たちというのは間違ったものから引き剥がされました。 そして間違ったものから引き離されたのに間違ったものにくっついてしまうということもあるわけです。私は神様から引き離されて、そしてそれ以上にもっとテレビにくっついてしまっている。もか、ね、そしテレビくっあ、はテレビの iPhone テレビよりもあのスマホとかアイフォンの方がよろしいでしょうかね。 私というのはその神様にある自分の,その存在価値から引き剥がされてしまって、But そしてえ他の人の意見にくっついてしまっている。私たちというのは間違ったものから引き剥がされました。そして間違ったものにくっついてしまった。What are you detached from 皆さん、何から引き剥がされましたか That you should be attached to. えー、本来ならくっついているべきはずなのにそのくっつ本来ならくっ,つくっつくべきはずのものからその剥がされてしまったものは何でしょうか being, being stuck. なぜならそこにこうくあの閉じ込められているようなくっつくような状態。 I stuck. もうただそこに行き詰まってしまった状態。Church, 教会に来ても行き詰まった状態。Work, 仕事でも行き詰まったような状態。I I free, そしてまあもうすぐ自分は解放されそうだなと思った瞬間にまたくっついてしまう。Okay, もう大丈夫だと思ったのにまたくっついてしまう。 自分の周りで起きているそのことから離れ,よう離れられると思ったのに離れられないそのようなくっついたような状態になってしまっている。しかし今は引き剥がす時です。完全に本当にその真の状態で離れる時なんです。そうすればどんなものもあなたに邪魔することはありません。Somebody say, detach! 引き剥がす時です。 聖書の中で、えー、この女性がいますが彼女というのは12年間も血の病気を患っていましたあの他の人もですねその何年も何年もかけていろんなものが積み重なっている人もいるでしょう <being> そしてそれにくっついてしまっている全てのものにくっついてしまっている <But God. S 2> しかし神様は 私はすべてのものにくっついてしまっているけども神様は。 この女性というのは長血のその血の病気を12年間患れていました。そして彼女というのは立川病院に行きました。しかし治ることはありませんでした。そして国立病院へ行きました。しかし助かられなかった。そしてようやく。 茨城の病院へと行きました。あ、大丈夫です。それは治りますと医者たちは言いました。そして彼女というのはその自分の希望をすべてその医者たちへと置いたんです。Result, しかし結果としてまだ彼女はくっついたままだったんです。むしろもっともっと悪くなってしまった。<one> day, しかしそれはある日まででした。This to woman came JKC's. <laughs> この女性が JKC へ来た時まではです彼女というのは来てイエスのことを聞きました彼女は言ったんです私はこのことにくっついてしまっているんだとこの状況に対してもう長い間ずっとくっついてしまった状態なんだしかしあのステージに黒人の方が イエスについて何か言ってたんです。私にもイエスに触れることができるんだと教えてくれた。そうすれば大丈夫になるよと。ですから、その彼女というのは自分の席から立ち上がった。自分の,あの常識から出ていったんです。自分の感情から出ていった。自分の周りにいる人たちがどう自分を見ているか気にしなかった。<laughs> <she detached. S 1> そして引き剥がしたんです。

正しい人にくっついたんです。ほうしへしとくっいい。がたんしす立ち上い。っがたたし。ですげて、げて、げて。おとくっついたんですしかし彼女がしな,かしなければいけなかったのは、she had first what? まずしないといけなかったのは、she had to detach. 引きはがさないといけなかったんです。She attached herself to him. この女がイエスのことを聞いたとき、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの衣に触ったんです。そこにくっついたんです。おぉ <Woo! S 2> Next verse、next verse、次行きましょう。NEXT VERS、next verse。For she said she was in her seat, she was in JKC, she sat there, she's watching online, in the living room, in the kitchen, she's listening.She said, if I get out of this place, if I get up from where I'm at and touch Jesus. そして彼女というのはその JKC に座ったその場所でこう思ったんですもし私がせめてイエスの衣にさえ触れればもし私がイエスに触ることができるのであればそうすれば私は完全に治してもらえるだろうと彼女は思っていたんです only, me, 皆さんこちらをご覧ください It only takes <One> touch. たった一つの接触によってそれは変わるんです。<One touch. S 2> たった一つの触れです。<One touch. S 2> たった一度触れるだけでです。皆さんのクリスチャンとしてのすべての経験、point, この時までですね、それらにおいて、その悪魔というのは皆さんがイエスに触れないようにと悪魔は動いていたわけです。 考えてみてください。よし、今日私は祈ろう。You, you そのいろんな本当にこう皆さんをこう邪魔するようなことが起きて、その日いろんな祈らなかったということがあったでしょう。皆さんというのはこう自分の口に何かを言うその場所へと向かっていかなければいけない。She said, she said, 彼女は自分の口であの英語だとはっきり書いてるんですけど彼女は自分の口で思っただけではなく自分の口で言っていたんですもし私がイエスに触れることができればもし私がイエスに触れたのであればと皆さんいつもどんな言葉を言っていますか、yeah. こちら聞いてくださいね 皆さん大半の時間、どんな言葉喋をしゃべっていますかどんな、多くの時間、皆さんはどんな言葉をしゃべっているでしょうか彼女というのは群衆から引き剥がしたんです。金曜日、私は電車に乗っていました。On my way to 町田へと向かっていました。For our Bible study. その日あの、バイブルスタデーがあったからなんですけれども、私はその時八王子で待っていました、電車を私あの。私が待っている間、電車というのは来て、そして扉が開きました。とある男性がです、ね、こうすごく早く急いで,です、ね、電車の中へと入っていきました。 そしてそのその男性というのが別の男性の首元をう掴んだんです。そしてこうパンチし始めたんです。そしてあのを上げ始めた。そしてを上げ始めた。そしてが電車の中で始まったんです。私はそれを見たわけです。自分の席を離れる時です。自分の席を離れる時です。自分の快適な場所を離れる時です。自分がその居心地よく感じている場所から離れる時。

そしてその犯人が逃走しました。自分の快適な場所から出ていくときです。 ただただ座ってそしてもう勝手に周りで物事が起こるような状況を作らないでください勇気を出してそして時には自分の席から立ち上がって勇気を出してそして自分が悪くなっていると感じていたとしても神様を賛美しましょう例ええ悪く感じていたとしてもうつな状態でも怒っている時でも神を賛美しましょう自分 自分自身から出て行ってください教会に来てこんなこんなしないでくださいね何もしていないので何も起きないんです皆さん自分の場所から自分,、うん、自分のいる場所からそこから引き離していく離れていくときです You cannot allow what happened in the past to be your excuse to stay down 過去に起こったことをそこにとどまる言い訳にすることはできません。<make> 私たちというのは言い,い訳します。だってこれが私だもん。No, s <S 違います。それを言い訳と言います。それは言い,い訳です。You don't allow what happened in your past to be your excuse to just stay down. Just, this is just how I am because of, because of this what happened, because what happened. So I have a right to just be down. I have a right to be angry. I have a right to stay here. No. だって昔こういうことが起きたもんだってこれも起きたもんだから私はここにとどまってずっと起こってるその権利がある私はこうやってあの落ち込んでる権利があるそうやって過去に起きたことをそこにとどまる言い訳にはしないでくださいすべての言い訳というのは十字架に釘付けにされました See? See those nails? ねこちら見えますかイエスというのは私たちの言い訳すべてをもって十字架に釘付けされました He said it is finished. そしてイエスは言われました全て終わったと

Those, those doctors. なぜなら彼女というのはそのたくさんの医者からも言われていたわけです。Oh, they, they その人たち、その医者たちからも傷つけられたでしょう。この人も治してくれなかった,もた。No、もう教会には行かない。だってあの人たちが傷つけたんだもん。 皆さんの職場でも人というのはあなたを傷つけます。電車でもあなたを傷つけます。スーパーでもあなたを傷つけます。家族でもそういったことがあるでしょう。そして神様から離れ,てしかな離れたくなってしまう。だって傷つけられたもん。それを言い訳と言います。ああ、Jesus。 マッセル牧師が熱上げてきたなっ、ね <laughs> ね、もっともっと強めにしていますからねね、今それが私にできる最大のことです <laughs>、ね、ですから皆様私のことがね、分かっていただけるかと思いますが <Amen? S 1> アーメンですか <Amen. S 1> ですので言い訳はしないでください とどまる言い訳はしないでください。この女性のようになっていきましょう。そして自分自身から引き剥がしていきましょう。落ち着かない状況というのは、時に自分の中で変わるべき部分を明らかにしてくれます。 皆さん、もし自分が落ち着かない状況の中にいるという感じたら、もしかしたら神様は皆さんの中から何かを取り除こうとしているのかもしれません。周りういの人たちがこういうことをしているのが大嫌いなんだよね。こういうことが起きるのが本当に嫌いなんだよね。God is trying to remove that spirit of hate. 神様というのはその嫌うという例を取り除こうとしているのかもしれません。To to you you 何にくっついているのかというのを神様は明らかにしようとしています。You the time, もし自分が常に同じような状況にいるなというふうに気づかれた方、それは皆さんの中で何かを変えていかなければならないというサインなんです。

私の前のにちょっとこういうのがあるんだ。もうこれからも離れることができないと思うぐらいのものなんだ。 もうこの考えからどう頑張ってももう離れることができないんで何をやってももうダメなんだ。<Come> on, 皆さんよろしいですかわかりますでしょうかね I, I 今この感じている感情から離れようと何度も何度もしているのにどうやってももう離れることができないんだ。いや、そこにこれにすごくつながってしまっているから。I got this もう自分の,あの周りにずっとこうくっついてくるようなそのそばにいる人がいる。そのとある女性のところに行こうとしている。その男性のところに行こうとしている。I keep that その人と寝ようとしている。I keep sleeping with that その女性とも寝ようとしてしまっている。自分自身はそこから解放することができない Because emotionally attached. なぜなら感情的にくっついてしまっているから。 To be detached from. 完全にそのああそ完全に引き剥がされないといけないような状態そのものからあそ,のそのものとくっついてしまっているんです。I'm attached to something I need to be what?Detached.You gotta hold it, brother.I need to be detached from.It's hard to let it go.I wake up with it. それと朝起きてしまう。それとともに寝てしまう。それとともに仕事に行く。それとともに握手をしてしまう。それとともに仕事もする。それとともに教会に来る。<gotta> 私はでもそこから引き離さないといけない。その特定の行動態度だったり、えー。その特定の皆さんの態度から引き離していかなければいけません。 皆さんの自分の特定の態度だったり、right、またですね、こちら、とても大きなものなので、ちょっと痛いかもしれませんが、皆さんが持つ夢やゴールの中でも、引き離れていかないければいけないものもあるでしょう。Oh, ただただ有名になりたいんだ。もうみんなに自分の名を知ってほしい。もうその光の輝く中に自分の名を輝かせていきたい。これもやりたいんだ。こんなふうになりたいんだ。です。の引き剥がす時です。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  そこから離れていくときです。なぜなら私たちというのは間違ったものから引き離されました。そして私たちというのは間違ったものにくっついてしまっているからです。教会から引き離す、引きはがす、あ、教会を引きはがさないでください。教会を引きはがさないでください。The Bible says, "Do not refrain yourself from the fellowship." 聖書でも言われています自分自身をそのフェローシップ交わりの中から交わりの中から話してはいけないと life, 皆さん、自分の人生見返してみてください、どれだけ悪魔が皆さん教会に行かせないようにとしていたことか皆さんもそれにお気づきでしたか <laughs> Have you noticed that? ね、感情もありますよね。今日、教会に行くの、ね、やめようかな。今日、は行きたくないな。そういった感情もありますよね。The devil. それは悪魔です。悪魔というのは皆さんに教会に来てほしくありません。But しかし皆さんの中には引き剥がさなければいけない何かがあるわけです。皆さん自分自身の生活の中で、ね、that you detach something 何かから離れなければいけません。That attached to. その自分がくっついてしまっているものの中から離れなければいけない。そして、イエスにくっつくためにはそんなに時間はかかりません。 たった一,一度触れるだけでいいんです <one> たた。たった一度触れるだけでいいんです。そイエスに触れるために、oh, イエスもどうか来てください、来てくださいなんと宗教的なことをする必要はありません。そんな私たちは宗教的なものではありません。ただ私たちがしないといけないのは。 たった一度触れるだけでいいんです them, なぜならその女性がタに、あ、uh,、その女性がイエスに触れた時、Immediately she was made whole. 完全にすぐに癒されたんです。Will you touch him? 皆みなさん、イエスに触レますかハレルヤ。ハ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 ルルヤ。ハルルヤ。ハルーヤ。ハルーヤ。ハルーヤ。ハですヤ。こル <And> this. 私が皆さんにお伝えしたいのは、この聖書というもの、そして口から出る言葉、それには違いがあるんだということです。<written> この聖書、つまり書かれた言葉というのは、それはロガスと呼ばれます。ロガス。ロガスですよね。それというのは、神様があなたのために書いたものということです。 しかし、レイマというものがあります。それは、レイマというのは、まあ、要するにそのる言葉ますね。ねそれというのは、神様が皆さんの霊に直接語りかけるものです。私たちというのは、信仰で歩みません。信仰というのは、 言葉つまりロガスを聞くことによって始まります。そして、えー、レイマを聞くことによって始まります。Hearing hearing. 信仰というのは、えー、言葉を聞くことを、をその二つの聞くことによって始まるわけです。You do not get your worth from people. 皆さんからの人から価値を得ることはできません。皆さんの価値というのは、レイマつまり神の言葉によってあるものなんです。神様があなたに何と伝えているか。しかし皆さんはその場所にいないといけない。正しい場所にいないといけないんです。イエスに触れる場所にいなければいけない。 その場所にいてください。その席から離れてください。その群衆から離れて。そしてイエスに触れてください。上司に言ってください。この日に休みをください。そして教会に行きますと。すみません。そんなふうな方も好きではないという方もいるかもしれませんが。

皆さんがいる場所自分の場所にとどまるための言い訳はしないでください。怒る言い訳をしないでください。そこにとどまる言い訳をもしないでください。<No. S 2> 違うんです。You re, you re more than that. あなたはそれ以上に価値のあるものですそれ以上に価値のあるもの 24, day, 24時間常にあなたは同じことを考えているかもしれません re over over 何度も何度も同じことばっかり考えてしまっている、so、しかしあなたにはそれ以上もっとたくさんのものがあるんです you know you 自分でこれから離れなければいけないというのを知っている方私は今の場所にお会いしましょう 今この瞬間、自分の席を離れてどうぞ前に出てきてください。長丁を患った女性のように、ですねもし必要なのであれば前に来てください。前に出てきてきくださいこの瞬間というのは周りの人は気にしないあなたの問題の時です。これはあななたたのためのめ時なんです他の人はもう気にしない。 That is the boldness that God needs in these days right now. I want to thank our partners for partnering with us and helping us make a difference in Japan. Your partnership is clothing the homeless, feeding the homeless, and also providing food and groceries for single mothers and their children and helping us outreach the unreached. God has His eyes on Japan, and your partnership is helping us be the hands and feet of Jesus. If you're not a partner, become a partner today.